来ました。キューレースガールズコレクション、最後のガールズコレクションなんですけれども、どこから買ってもおかしくないメンバーですね。これはもうただもう決まってます。頭2552折り返しズレン、おお、これしかないです。ちょっとやっぱね、児玉葵選手ちょっと体体調不良ということで、あ、待ちます。欠場はしてない。なんかね、お腹痛かったらしい。久米ちゃんもちょっとね、 SNS で見る限りちょっとわからないんで、ただ今ねめっちゃいいのはもう坂口選手、おお、もう最高、準備超いいですね。あ、本当ですか。はい、めちゃめちゃあのもうインスタも更新しまくって、トレーニングの状況もめちゃめちゃ更新しまくって調子いいやつしかやらないじゃないか、そういうの。知らんけど、 SNS 更新するやつ。そんなことはねえだろ。もうストーリーとかめちゃめちゃもう本当めっちゃ細切れのなんかのもう感じになっちゃう。いや、俺は練習しろって思っちゃうけどね。それぐらい調子いいんですよね。ああ、で多分もう予想、このやっぱ 1,2,3,4 グランプリメンバーがもう絶対にそのグランプリがクソすぎたことで、はい、多分結構先行しがちなんですよ最近。本当は 1,2,3,4 ボックスで行こうかなと思ったんですけ ど、 なるほど。ただもうやっぱりここは石井博子さんが多分結構今かなり調子よ。で前回坂口風花の後ろマークして最後刺そうとしたんだけど、ちょっと名古屋だったので距離が足りず刺せなかったんですけど、もうほぼ刺せました、はい、ということで今回多分絶対もう坂口の後ろつきます。先行します、絶対坂口選手絶対先行します。まあでも多分絶対坂口が踏むんで、はい、で最後あの博子は伸びてくる。なるほど。なので2552の折り返し戦で、はい、聞かなと思います。ただちょっと柳原真央がねちょっとね心怖いんで、2,3 着にはちょっと何かで入れようかなと。あ、まあ、頭まではないにしても、はい、こう連に絡んでくる可能性があると。そうです。なるほど。やっぱちょっとうまいからね、そういうところ。まあね、嗅覚が鋭いからうまいんですよ。やっぱガルコレ全部見直しましたけど、僕も結構やっぱいい感じに最後伸びてきたりするんで、なるほど、足ためて、はい、ちょっと怖いよね。だから3着固定もありかもしれないということで、ちょっと一回2552で、2552の折り返しをまず、本戦としまして、ちょっとそれから散らしていこうかなと思います。ごめんなさい、児玉葵選手、今日は無理です。ブルーレディ公式チャンネルプラス。はい、最後のガルコレ、もう頭、坂口風花、吉川美穂にかけます。おお、珍しい。吉川美穂、はい、頭。てか、まあそう。まあ、ミポリンもともと好きってのもあるんだけど、近況一番調子いいと思います。確かに。でだから混戦になった時に抜け出せるのはミポリンかなっていう。であとはもう強いもん順ってことで、まあ坂口風花ちゃんも頭で勝って、今 2,3 着はちょっと広めに。そしてあとはもう愛しの柳善、柳善これはもうこれはすいません、ちょっと義務なんで、義務ね、はい、義務なんで、はいはいはい、買いました。あっ、石井浩子、坂口風花ちゃん折り返し、はいはい、石井浩子前、石井浩子 2,3,5 ボックス、石井浩子ミボリン三福。石井ひろこ軸ってこと。今日はもう石井さんですね。絶対入ってます。絶対入ってます。大丈夫です。ひろこが飛んだら全部。ひろこが飛んだら無理なのか。いやでもだってガールズ仕掛け始まるの一周でしょ。まあ一周だったらいけちゃうっていう可能性もあるけど。うん、いやでも坂口選手。いやーこれは。あのひろこ頼むよ。ひろこ頼むよ。ひろこ後ろつけろ、ちゃんとひろこつけよ。三、う、号、ん、にもあるもん。三号に。これ葵ちゃん先出ちゃうかもね。うん、そうだね。352でこい。いやもう葵ちゃん行っちゃえって。いやこれそう、これ行かないと負けた。長い距離踏みたかったんでしょ、この間も。よし、この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 山原さくらかましてきて、あれでもなんか中途半端だな。がっかり悪いな。いや違う、がっかり悪いとか行かせたんだ。よしで、葵無理だろこれ。よ、そうだそうだ、これ無理じゃん。ちょっと厳しいかもな。ひろこだ、ひろこだ、ひろこだ、これひろこ、これよし、ひろこ、そう、よしよしよし、ひろこだ。くめちゃん残って、くめちゃん残って、くめちゃん残って、くめちゃん残んないかも、くめちゃん残んない、くめちゃん残って、くめちゃん残って、ミポリン系、ミポリン、くめ残れ、くめ残れ、くめ残れ、ミポリンしっかりついてて、最後直線直線直線、ミポリン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 、2424でもいいぐらいだったもんね。でもこれ素晴らしい、素晴らしい。まあでもこれ2人とも的中ってことで、ダブ的、はい、悔しい。やっぱり内枠有利ですね。そうね、ダメか、ひろこで。いや、ひろこ軸にしててさ、佐野さん、ひろこ軸っすよね。坂口風花、頭を買ってないのがもう本当にフォロワーとして申し訳ないです、本当に。フォロワーなのに。フォロワーだったら別に大切、フォロワーとして申し訳ないです、僕は。でもレースお疲れ様でしたって DM 送ったら編集来たんでしょ。スタンプだけ返ってきたんですよ。マジでオールガールズ見てろよ、おい。走んのあなたじゃないんで。